はい、タンタンでございます。今日はですね、ほぼ新品同様というか、未使用品ですね、デッドストックになっておりました、コールクラークのですね、ちょっと名前長いんでゆっくり言いますね、FL2ECROROW ですね。はい、これあのコールクラークの、上位機種に当たるタイプですね。新品だとおそらく30万円オーバーの、商品だと思います。コンディション的にも、何も問題なくとっても綺麗な、コンディションの1本ですね。こちらが、トップが、これがレッドシダーですね。はい、でサイドが、こちらローズウッドになってますね。こんな感じです。ちょっと弾きましょうか。パーンと前に出るあの明るめのサウンドですね。これがやっぱこのギターの特徴と、言えるでしょうというところですね。こちらがですね、なんて言うんだろうな、ピックアップもねやっぱり日々変化しているわけでございますね。でこちらがここについてるんですけど、ハイミッドローですね、ついてて、この、2つついてるって言ったっけな、コンデンサーが、コンタクトかがついてて、さらに、ピエゾがついて分離してついてるようなタイプなので、ライブパフォーマンス性が強い。それで、やっぱりねサーフミュージックでも一躍、ね、名前が広がったメーカーなんで、とっても明るめのサウンドがいいですよね。メリハリがあってとってもいいですね。あとはね、ハードケースもしっかり新品のあれですね、オリジナルがついているのと、レンチとかも全部ついてましたね。で、傷と探してもほとんどない。やっぱデッドストックものっていう言われるものでしょうね。ペグはグローバーペグオリジナルですね。こちらついてて、バックこんな木目もね、なかなか愛らしい感じの木目がついておりまして、こんな感じになってますね。現在のねネックは調子いいんですけど、現行設定がね今 2.9 とか 3.0 ぐらいになってるのかな、セッティングは。
3はないな、2.8 とかそのくらいか。1弦側が 1.8 とか 1.9 ぐらい、2ミリないかなというぐらいですね。まあ環境によってちょっと前後は多分すると思うんですけど、今の原稿で多分いいかなっていう感じはします。やりもあってとってもいい、サウンドです。はい、というわけでこちらですね、コールクラーク販売いたしますのでよろしくお願いします。タンタンでした。バイバイ。